はトートバッグデザインコンテストにチャレンジしてみたいと思います。テーマはワールド。入賞者には応募作品で作ったトートバッグをプレゼントします。シガチャンネル、これから作品を作っていこうと思います。シガさんはワールドといったら何が思い浮かびますか？ジュラシック古代生物というか絶滅した生き物がすごくこう好きで、そういう生き物に会える世界に、はい、いいですね。コピックマーカーを使って見つけた惑星に恐竜がいるみたいな設定にしようと思うので、おロケットが選んでもそもそも操縦士がボディになった。違う、大巨人になる。ロケットの操縦士がボディになってしまいました。シガワールド勉強ですね。素晴らしいみたいなものが恐竜がすぐスイカの形を探すとロケットでそこに向かうシーンが出来上がりました。すごいいいですね。可愛い。キックスケートでどの惑星に向かう黒沢先生ができました。なんということでしょう。立ちはだかる宇宙人、銀河を邪魔する宇宙人みたいな、恐竜が住む惑星です。壮大なワールドの作品が出来上がりました。先生、この作品見てどうですか？すごくカラフルで可愛くていい感じにまとまったと思いますよ。はい、黒沢先生優しいです。ありがとうございます。皆さん思い思いのワールドを表現してもらって作品を考えてもらいたいなというふうに思います。たくさんのご応募お待ちしてます。